ハイプレーボールドーム野球人です。広島ドラ6、末加で絶好調で打率3割9分1厘、オールドルーキーの勢いが止まらないということでございまして、今日お話しする選手はですね、広島のルーキー末加選手ですね。非常に打力の高い即戦力で取った選手なんですが、ここまでですね、非常に絶好調でございます。打って打って打ちまくりということなんですけれども、それではですね、どういう選手かというところを確認していきましょう。はい、では見ていきましょう。末加翔太選手、プロ1年目、2021年ドラフト6位指名のルーキーでございます。出身地は香川県。1996年5月27日生まれ、25歳ですね。もう少しで26歳になるオールドルーキーですね。大卒社会人3年目での指名となりました。188センチ、110キロ、かなりですね、大柄な選手ですね。で、ポジションは外野を守ります。で、あとはファーストなんかもね、ちょくちょく守ったりしておりますが、右投げ、右打ち。今季年俸1000万円、契約金4000万円、ドラフト6位指名の選手なんですが、やはり社会人のオールドルーキー即戦力ということで、年俸も高めですね。はい、特徴はですね、ドラフト指名時点で、大学通算は実は0ホーマーだったんですが、50メートル6秒に遠投105メートル、打球速度が171キロということで、非常にね、社会人で開花した身体能力の高い選手となります。で、東洋大学時代は同期が5選手もプロ入りしたという分厚い選手層もあり控えでありましたが、大阪ガスでレギュラーをつかむと2年目に都市対抗に出場。その年に指名はありませんでしたが、3年目の昨年についに才能が開花。日本選手権ではですね、打撃賞を受賞し、チームを優勝に導くと広島に指名されプロ入り。春季キャンプでもですね、一軍スタートとなりました。東洋大学ですね、彼がいた時のですね、東洋大学本当に強くて、プロにね、何人も入っているということなので、そこのね、事情もあってなかなかレギュラーがつかめなかったんですが、社会人で、しっかりと自分の才能がね、目覚めたという形になりました。で、その成績見ていきましょう。社会人の昨シーズンの成績は19試合で3割5分3厘、24安打3ホーマー、19打点盗塁4つ、BBK 0.83、スリー率4割3分6厘、OPS 0.951 という成績でございます。はい、非常に素晴らしい成績ですね。社会人時代では打率も高いですし、ホームランも打てる選手ということで、盗塁4つ決めているね、どっからわかる通り、足も使えるプレイヤーということがわかります。はい。で、オープン戦の成績ですね。プロに入って、オープン戦16試合で1割7分7厘、62打数の11安打1ホーマー、BBK が 0.07、OPS が 0.497 ということで、オープン戦ではですね、なかなか活躍できませんでした。練習試合とかね、紅白戦では非常にいい当たりっていうのが出ていたんですが、なかなかね、対外試合、いざ本番ってなるとね、結果が出なかったこの末加選手。ただ、それでもですね、練習試合とかのね、結果も含めて、見事開幕スタメンに名を連ねました。はい、そこからですね、スタメンも外れることもあったんですけれども、ここまで、しっかり活躍を見せているということですね。では、今期の活躍ですね、についてしっかり見ていきましょう。はい。では、末加選手、今期の成績チェックしていきましょう。はい。現時点の成績ですね、見ていくと、1軍成績は15試合出場で3割9分1厘。46打数の18安打、1ホーマー、6打点、8三振、1四球、BBK 0.12、出塁率4割4厘、OPS 0.926 という成績でございます。はい、非常に素晴らしい成績かなっていうふうに思いますね。まだまだね、規定には到達していないんですけれども、それでもかなりのペースでヒットを量産しております。で、特にですね、直近1週間の成績ですね、見ていくと4試合ですね、12打席で9安打、0ホーマー、打率がなんと7割5分ですね。出塁率も7割5分ですが、長打率8割3分3厘、OPS 1.583 という成績でございます。本当ね、このところ絶好調っていうところがわかるかなというふうに思います。さらに今日のね、試合だと、守備ではライトゴロを記録などですね。守備でもね、しっかりと存在感というのをアピールしていると
いうことになっております。はい、そんな末金選手なんですけれども、やはり新人野手では今のところナンバーワンの、ね、活躍を見せてくれているのかなっていうふうには思います。やはり、ピッチャーの活躍っていうのが今季は目立っているんですけど、まあその中でね、末金選手が、まあ台頭してくれば面白いことになるんじゃないかなっていうふうには思いますし、まあ鈴木誠也選手の穴を埋めるね、活躍っていうのは現段階でも十分にできているのかなっていうふうには思います。はい。なので、まあ本当ね、新人王争いにも絡んで、来れるだけのね、能力っていうのはある選手かなっていうふうには思いますので、まあ末金選手筆頭に、まあ野手ではあとね、中日の鵜飼選手とかになってくるのかな、まあセリーグ、マカオス選手は大勢選手、で2年目で言うと高橋宏斗選手、なんかね、ピッチャーで、目覚ましい選手がいるんですが、まあどういう争いになってくるか、まあ本当にね、楽しみでございます。はい。で、一方で、ね、こちらも見ていきましょう。はい。というわけでね、まあ、末金選手活躍しているというお話してきたんですが、ただこれからの課題もね、当然あるよということなんで、そちらを見ていきましょう。まず課題の前にですね、長所を見ていきます。彼のここまでの長所としては、まあ、いっぱいあるんですけど、まあ、主にですね、目についたのは、ストレートに非常に強いということですね。まあ、これはね、プロのデータでも残っていますが、ストレートの打率とかね、非常に高い、選手です。やはりね、レベルの高い社会人で無双してきただけはね、あるな、というね、今までの、結果でございますので、まあ、ここは本当にね、彼の強みになってくるのかなっていうふうに思います。で、2つ目、強い打球が打てているということですね。まあ、たまたまヒットになったかというとそういうわけではなくですね、しっかりと強い打球っていうのが、まあ、放っていると。で、三振率もそこまで高くないので、まあ、しっかりと、まあ、三振せずに、強い打球を打てるようになっているということはね、彼の強みかなというふうには思いますので、これはね、本当これからも続けていって欲しいところなんですけれども。で、一方短所もありまして、これは一つ四球が少ないと。まあ先ほどね、成績見て分かる通り、まあオープン戦もなんですけど、かなりファーボールがね、選べていないと。オープン戦と一軍合わせて多分二つくらいしかね、選んでいないのかなっていうふうには思います。で、これの原因としてはボール球スイング率がかなり悪いということがありまして、彼規定立ってないんですけど、規定の、中で言うとですね、まあかなりね、最下位ブービー争いをするぐらいボール球を振ってしまう傾向にあるので、まあ、ここはですね、やはりここからね、ある程度修正していかなければならないと。ただ社会人の出塁率とか見ているとそこそこ選べているので、ここはある程度ね、改善してくる可能性も全然あるのかなと。で、あとは落ちる球への対応というところですね。ストレートとか、あとスライダーもね、結構打ってるんですけど、ただ落ちる球ですね、フォークボール、チェンジアップ、スプリット系、まあ、あとツーシーム系とかね、の球は実はまだ打率0割0分0厘ということで、なかなか打てておりません。なので、まあ、ストレートはいいんですけれども、やはりプロの落ちる球ですね、かなりね、早く変化したり大きく変化したりするね、この球種っていうところがこれからの課題にもなってくるのかなと。はい。で、まあ、間違いなくですね、末金選手、ここから対策を立てられます。データもね、オープン戦含めて集まってくる頃かなっていうふうには思いますので、各球団しっかり対策して、バッテリーがですね、いろんな配球をね、してくるかなっていうふうに思います。で、去年の佐藤輝明選手なんか見ても、オールスターの前で2割6分7厘20ホーマー、オーペス 0.833 とかなり打っていたんですが、ただオールスターの後になると1割5分8厘4ホーマー、オーペス 0.522 ということで、まあ、疲れとかもね、当然あるかなっていうふうには思うんですけど、明らかに対策されてますよね。なので末金選手もですね、対策されてからが勝負になってくるのかなっていうふうに思います。まあ、今はね、非常に打てているのでいいんですが、いろいろ研究されてきたら、まあ、うまくいかないので、まあ、ただ去年の牧選手のように後半から、まあ、しっかりとね、成績上げてくる選手もいるので、まあ、一概には言えないんですけれども、対策されてどうね、ここから、彼が進化していくかっていうところも非常に楽しみかなっていうふうに思います。はい、というわけで今日は以上です。最後ネットナンを見て終わりましょう。はい、ではネットナンを見ていきましょう。ドラフトの時、末金選手の名前を聞いた時は正直誰と思いましたが、今ではすっかりファンになりましたということですね。
そうですね、末上選手に関してはやはりですね、とそこまで有名な選手ではありませんでした。大学時代も無名でしたし、社会人の時に花開いたとはいえ、やはり解禁済みですね、3年目の選手だったので、やっぱ注目はですね、社会人でも解禁年ですね、大卒でいうと2年目の選手に、注目が集まるということもあったので、ドラフト界隈でもそこまでね、やはり彼の知名度っていうのは高くありませんでした。ただ、指名されてですね、こうして活躍してくれてる姿を見ると、やはりね、キャラも非常に立ってますし、ご結婚もね、されているということで、そういうところも、バックボーンとかも含めてですね、やっぱファンはね、増えるだろうなっていう選手かなっていうふうには思います。見た目的にも、やっぱ愛される選手に、なりそうなね、感じはしますので、本当ね、いいスタートを切れているんではないでしょうか。はい。でこちら見ていきましょう。末金もだけど中村健人ももっと使ってほしいなということですね。末金選手ドラフト6位なんですが、ドラフト3位で同じく入団した中村健人選手、彼も社会人の選手ですが、彼もずっとね1軍にはいるんですけど、なかなかね出場機会っていうのが巡ってこないというね、ことがあります。打席数でいうと本当まだ一桁台とかかな、になっておりますので、そうですね、そこの活躍っていうのも期待したいんですけど、ただ現状ね、外野がね、なかなか飽和状態にあるということで、本当活躍している選手ね、多いと、嬉しい悩みではあるんですけど、なかなか中村選手が出れない状況も続いていると。末金選手もね、まだレギュラー確定っていう感じでもないので、やはり本当にね、レベルの高い争いだなっていうふうには思います。ただシーズン通していくとですね、絶対状態が落ちてくる選手もいるので、そこでね、使ってみようっていうことになってくるようなですね、調整を今の段階からね、することが大事なのかなっていうふうには思いますので、末金選手もそうなんですが、中村健人選手もですね、どういう活躍してくれるか、1シーズン通して楽しみでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。